聖書を拝読します。ヨブ記33の19から26までです。あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くをしびれさせる。彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は弓の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに一人の見つかい、すなわち千人に見つかいの、千人に一人の大賢者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って弓の穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を得た。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると彼は受け入れられる。彼は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。アーメン。ユンゴンヌン兄弟の特別賛美があります。2021年万民賛美祭でグランプリを受賞しました。今日の賛美は万民賛美225番です。東海女先生が呼ぶ記公開96回目、己自身を知ろう5回目のメッセージを取り次ぎます。特別賛美をしてくださったユンゴンヌン兄弟、感謝します。愛する生徒の皆さん、前回は若い人エリフが自分より正しいヨブを裁いて罪に定める姿を見ました。自分自身をよくわからないから、自分は賢いと思って自分より賢くて知恵のあるヨブを指摘して教えようとしました。生徒の皆さんはエリフの姿を通して自分自身を発見することが重要です。まず自分に真理にふさわしくない姿があることを発見してこそ、それを認めて捨てることができるからです。発見して認めるということは違います。イライラしたとしましょう。その時自分の心の中に悪があることがわかるでしょう。でもイライラしたその時、自分では気づかないかもしれません。周りの人がなんであんなにイライラしてますかと言われてこそわかる場合があります。それで、あ、私はイライラしたんだと、このように発見することはいいのですが、自分の中にそういう怒りという悪があること、憤りがあることを認めることも重要です。でもある人はそれを認めないで言い訳をします。私イライラしてませんと言います。でも実際自分の声が大きくなって、顔もちょっと怖くなって怖がっているから、周りの人にまた言われたから、その時は認めるしかないのですね。でも、いや、私は相手が私にあまりにもひどいことを言ったからそう言うしかなかったと、このように自分を正当化しているのです。言い訳をするのです。このように気づいたものの認めない場合があります。自分がイライラしたことは分かっても、それが自分の中にそういう憤りがあるという悪があるということを認めない人は変えられることができません。ですから私たちは自分自身を発見することも重要ですが、それを認めて変えられなければなりません。ヨブ記公開を聞きながら、エリフの姿を通して自分自身の姿を発見することはできます。生徒の皆さんは真理の知識を持っているし、清められたいと思っているから、メッセージを聞けば悟りますね。でも自分自身を発見した後、自分を認めて、自分に悪があるんだ、憤りがあるんだ、また自分の義が強いんだということを認めることはできますが、
その後それを捨てる過程がまた必要です。真理に従って自分を打ち叩くというロークが必要です。私はこういう人だとこのように認めて、私は本当に悪い人なんだ、自分の義が強い人なんだ、頑固な人なんだ、高ぶっているんだ、憤りが多い人なんだと認めなければなりません。私には憤りがあるけれどあまり多くはないと思ってもいけないでしょう。言い訳をしたり自分を正当化したりしてはいけないのです。メッセージを聞きながら自分自身を発見したなら、自分の中にある悪を認めて捨てていきますように。ある程度信仰があり真理にあって生きている人でも、神様がご覧になる時の義ではなく自分の義を主張することはないのか顧みましょう。特に真理によって作られた自分の義は、神様がご覧になる時の義と区分がつかない場合がよくあります。これが神様が試練の過程を通して練ってくださる理由の一つです。霊の心に変えられるためには、明白な悪はもちろん自分の義まで発見して打ち砕くべきですが、これは人の努力だけではできないから、神様が練ってくださり発見させてくださるのです。ある働き人は罪と悪をひどく犯したり、抜くのを行ないようしたり、人を憎んだり妬んだりする、このような姿はありません。しかし性格の枠があります。自分の性格の限界があって、神様の前でもっと忠実になって献身して相手のために犠牲する姿はありません。でも自分の中ではそれが悪の属性であることがわからないのです。人に迷惑をかけたり人に害を与える姿は現れていないからです。でも心の中にはそういう性質があるのです。それも神様の前で発見して悔い改めて捨てていかなければなりません。さらに次の信仰の段階に行くのに邪魔になるものかもしれません。自分なりには献身していますが、でも人のために犠牲になったりする姿はないのです。もっと熱くならないのです。自分ができることだけ知っている場合があります。自分の限界にぶつかってそれ以上成長がないのです。自分に何か明白な罪とか悪とか大きい罪がなくても、でも自分の義とか性格の枠とかがあるということを発見しなければなりません。それぞれの信仰の計りや器によって練られる方法と強度は違うのですが、誰でも工作を受けている間試練に遭う過程はあります。ところでその試練の過程を通して自分をどのくらい発見してどのくらい速やかに捨てていくかによって、その時間が短くなることはあります。メッセージを聞くとき人のことだと思って裁くのではなくて、自分自身を発見しますように、そして火のように祈ってすべての悪と自分の義を打ち砕いて完全な真理の人に変えられますよう主の皆によって祈ります。前回エリフはヨブにこう言いました。神様は人が間違ったところから立ち返るように高ぶらないようにするために、夢や幻などいろいろな方法で語ってくださると言いました。また神様を愛する正しい人は命が危なくなる環境でも神様が救ってくださると言いました。これはヨブが正しい人ではないから神様は答えてくださらないし、今の苦しみから救ってくださらないのだという意味で言うことでした。続く本文ヨブ 33-19 です。あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くを痺れさせるとあります。ここで人とはヨブを指しています。
エリヒは、ヨブに直接、あなたは神様に懲らしめられて病気で苦しんでいると表現するよりは、神様は人に何か人を悟らせるために病気で懲らしめるのだと間接的な表現を使っています。そして病気によって懲らしめられている人の苦しみがどうなのかを描写します。ヨブ 33-20-22 です。彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づくとあります。病気や事故によって苦しんだことがある人はこの言葉を実感できるでしょう。ひどい風邪をひいた時も全身が痛いでしょう。ヨブのように重い病気ならその苦しみがどうでしょうか。醜くなった皮膚病によるめちゃくちゃな皮膚とまた痩せてしまい、骨と皮だけ残っている姿で、だから寝ていても痛いし、よく眠れないのです。ヨブは体の痛みだけではなく、人から非難され、あざけられ、精神的に苦しんでいます。この状態では食欲もないから、食事もしたくないし、ごちそうを持ってきても見ることさえ嫌です。どうすればこの苦しみから、抜け出すことができるだろうかと思いながら痛みと戦っていたら食欲がないのです。22節にその魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づくとあります。これは死に近づいているという意味です。生徒の皆さん、家族や知り合いの中で長い間病気で苦しみを受けている人がいるならどうでしょうか。皆さんがその家族やまた知り合いの看病する立場でなくても、長い間病気で苦しんでいる人を客観的に考えてみてください。その病気が1年2年3年5年7年と長くなるほど、当事者は体の痛みだけではなく精神的にまで苦しむようになります。韓国のことわざに、長い病気に親孝行もいなくなるという言葉があります。いくら親孝行する子供でも、親の病気が長くなれば疲れてしまい、その心が変わることもあるという意味です。病気の家族を看病しながら大変な顔をしなくても、病気の人の立場では家族の顔色を伺うし、お荷物になるようで、いつも申し訳ないし苦しいでしょう。しかも病人を冷たい目で見たり、近寄らないならば、その病人の心はどうでしょうか。私たちは病気の人を見ると、自分がその病気になったと思って、その立場を理解して憐れんで愛の心を持って接しなければなりません。皆さんの温かい言葉と愛の配慮によって相手が心が楽になるようにしましょう。しかしエリフは、ヨブを慰めるどころか、あなたが悪いから神様があなたを捨てた、あなたは死に近づいていると責めています。病気で寝転んでいる人に、寝たきりになっている人に、あなたの罪のためこの苦しみを受けているのですと言っても、それが慰めになるでしょうか。エリフはヨブの三人の友達と同じやり方でヨブを責め立てているから、ヨブは何も悟れないし、怒りを刺激されるしかありませんでした。たとえヨブが罪を犯して試練に遭っていても、厳しく責め立てることは善でも愛でもありません。私たちのイエス様はどうなさいましたか。イスカリオテユダが裏切ることをご存知でも、あなたはこれから私を売るものだからと言わなかったし、何としてでも彼が立ち返るように最後まで愛を持って接してくださいました。
今の明白な罪とそれによる結果をよく知っていますが、彼を愛していたから憐れんでくださり、諦めない愛を持って悟らせてくださいました。このような愛がなかったなら、イエス様がそのような善を持っておられなかったならば、弟子たちの前でイスカリオテユダを責めたかもしれません。後でイエス様を売るだけではなく、今も彼は盗んでいたのではありませんか。金入れを管理させたのに、その中から盗んでいたのです。これを指摘したり、またその使命を奪ったりしたのではありませんでした。また十二弟子の資格を奪ったのでもありません。イエス様は愛を持ってこのように憐れみを持って接してくださいました。皆さんならどのようにするでしょうか。相手の短所や相手の欠点、また良くないところを皆さんが忘れないでずっと覚えていたり、その人を見るたびにそれが思い浮かぶことはありませんか。しかし真理の人はそうではありません。普段はその人が前へした悪を思わないのです。思い浮かばないのです。だから心が善に変えられなければなりません。昔あの人によって傷ついて、またその人によって害を受けたことがあるからといってずっと根に持っていて、その人を見るたびに嫌な思いをすることも心の悪を捨てなかったからです。教会を離れた人が前の聖殿にあるとき、私たちが年末の事務総会をしていたとき、その場に来てちょっと騒ぎを起こしたことがあったのですが、私はそのようなことが起こることは予想もできなかったし、礼拝が終わってから講談で指揮をしようとしていたら、そのような人々が聖殿で大声を出して騒ぎを起こしたりしましたね。私は聖殿でそのようなことをすることは想像もできませんでした。リバイバル聖会の時は癒されて証をするために多くの方がその聖殿の通路に立っていったり、また祈りを受けるために並んでいったりすることはあったのですが、その時はその人々がその聖殿の通路に立っていて、生徒の皆さんも立って互いに対立している姿を見ました。それで私は講談の上でそれを見てちょっとショックを受けたのですが、それでもそれ以上争いにならないように皆さんを落ち着かせて、そして私も驚いた素振りは見せなかったのです。実は私は心の中でちょっとショックを受けてドキドキしていたのですが、でも指示器をする人として私は冷静になって落ち着いた声で生徒の皆さんも落ち着かせて、そしてその乱入した人々も丁寧にまた優しい言葉でこのようなことはしないでくださいとお願いしました。でも私はその時そのような人々が指を指しながら大きい声で叫んでいて、また騒いでいた姿がまた思い浮かびました。手術が過ぎて月曜日になって、で手術はその騒ぎがあったのでその会議ができなかったので月曜日に再開されることになったのですが、私は実は手術夜あまり眠れなかったのです。そして月曜日の会議の時もその悪い人々が来て、もし妨害するならどうしようと
ちょっと心の中で心配になりました。それでちょっと不安もあったのです。でも祈りながらそういう思いを退けました。私が今まで見たことのない場面だったので、それが思い浮かんだのですが、でも祈りながらそれを退けたのです。そしたらだんだん心の中が平安になって、そしてそういう姿も思い浮かばないようになりました。そして神様が守ってくださることを信じていたし、また働き人の皆さんもそのような人々が入らないように徹底的に守るだろうと思って、そうしたら不安がなくなって平安になりました。そして送迎礼拝も平安のうちに神様の前に捧げることができました。私はその手術また月曜日のその時間を経験しながら、これはあまりにも私にとっては大きいショックだったので、もしかして後でトラウマとして残るんじゃないかなと思うくらいだったのです。でも私は祈りながら、そして神様に委ねて、そして自分のその受けたショックを退けました。そしてそのように乱入して吐いた騒ぎを犯した人々の顔も忘れました。自分に何か残っていて、それを根に持っていたり、また時々浮かぶこともなかったのです。数年経っても今もその時のことを考えても、そのため後で何か私に悪い影響があったことはなかったのですね。それで本当に感謝でした。信仰があって神様の恵みがあったから、そのような大きい、ショックを受けた時、それが私に何か悪い影響を与えなかったんだと思って、とても感謝でした。そしてそのような人々に対しても負の感情を抱くとか、そういうのはなかったのですね。だから皆さんも、誰かが自分を苦しめても自分の心の中に愛があるならば、それによって悪い影響を受けたりすることはないのです。誰かに例えば悪態をつかれたとしましょう。悪態を言われたとしましょう。その後またその人に会った時、前のことを思い浮かんで怖いと思ったり、会いたくないなと思ったりすることがなくなるのです。皆さんも今まで過去何か苦しいことがあったり、また家族によって傷ついたり、周りの人によって悲しい思いをしたり、ショックを受けたことがあったかもしれないのですが、それがずっと残っていて、そのためたびたび自分にそれが良くない影響を与えたりするならば、今は神様の愛、主の愛でそれ心を満たして、そのような記憶は忘れるようにしてください。神様の愛で心が満たされると、そういうことはなくなるのです。またどんな人も許すことができるようになり、また人を裁いたり罪に定めることもなくなります。だから人間関係で苦しみを受けたり、また環境の中で苦しみを受けることもなくなるでしょう。イエス様はイスカリオテユダが罪を犯していることも知っていても、彼を罪に定めないで、その罪から立ち返るように愛を持って悟らせてくださいました。牧者もそうでした。牧会をしながら、時には聖霊様が教えてくださることがありますね。誰々は裏切るものだ、誰々は害を与えるものだと。しかし牧者は一度も彼らを罪に定めたこともないし、何としてでも変えられるように祈りながら愛を持ってサロを悟らせてくださいました。そして何度も許してくださいました。後で教会に害を与えて牧者を裏切るような人でも、その人から使命を外したことはないのです。人は自分の利益のために、また周りの
人の中で自分に不利益になるような人と、それ以上関係を切ってしまう人もいるのですが、牧者はそうではなかったのです。実際そのような人が後で裏切って悪を行って教会に大きい害を与えたとしましょう。でも牧者に聖霊が前もって教えてくださったから、それに対比することができるし、対処することができるでしょう。それでもし被害を受けたとしても、相手を許して最後まで善を行うことが愛です。牧者はそうでした。私もそのような牧者を見ながら、その愛に感動しました。自分がそのような被害を受けたくないから、また裏切るような人をそばにいさせたくないから、そのような人を退けるのではなくて、そのような人も救われるように、また変えられるように心に抱いて、最後まで愛を持って接する牧者の姿でした。それで私は牧者を見習って、私もそうしようと思いました。そうすれば神様が慰めてくださり、神様が認めてくださるのです。でも私の方から周りの人々の中で、もし後で害を与える人だからといって、裏切る人だからといって退けるならば、それは神様の前で広い心でもないし、善でもないし、愛でもないでしょう。牧者のその愛があったので、今の私たちがいられるのではありませんか。牧者の犠牲と勧誘によって今の私たちがいられるのです。これを忘れてはいけません。神様は私たちにもこのような愛と憐れみを望んでおられます。イエス様は自分に従う人だけではなく、十字架につける人のためにも十字架で命を捧げてくださいました。私たちは皆罪人だったし、死の刑罰を受けるしかなかったのですが、神様の憐れみによって許されて天国を望むようになりました。もし私たちが相手を憐れむことができないなら、それは1万タラントの借りのある人が免除されたのに、自分に100ダイナリの借りのある人を許さなかったことと同じです。自分は数十億の借りがあったのに、それを免除されたのに、そのような恵みを受けた人が自分に数百万の借りのある人を許さないで、そのような人を訴えて監獄に入れてしまう姿と同じだということです。ですから、いくら欠けているどころの多い人がいても、その人のために十字架を負ってくださった主の心を持って接して愛と憐れみを持って接しましょう。続く本文です。ヨブ 33-23-24。 もし彼のそばに一人の御使い、すなわち千人の一人の代言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を得たとあります。私は身の代金を得たということは、神様がヨブの悔い改めを受け入れて許してくださるという意味です。エリフはヨブに、あなたが死の直前になった時、もし多くの見つかりの中から一人が、この人はこのように正しいことをしましたと、あなたの代わりに代弁してくれるなら、神様はあなたを憐れんですぐ救ってくださるだろうと言っているのです。実際にイエス・キリストを信じて神の子供とされた人々には、助ける御使いが最小限一人はついています。ヘブル 1-4 に、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかとあります。また天国には地球上のすべての人の、救われた人だけではなく、そうではない人も含めて、
すべての人の一挙手一投足を記録する見つかりがいます。一人当たり一人ずつがついていて、それぞれの人が生まれて死ぬまでのすべての言葉と行いを記録しますが、これは将来、白い溝の大審判の時、裁きの証拠資料として提示されます。クリスチャンでもノンクリスチャンでも全ての人についての記録が残っているのです。イエス様はマタイ18の10でこう言われました。あなたはこの小さい者たちを一人でも見つけたりしないように気をつけなさい。彼らの天の見つかりたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。と言われました。ところで本文でエリューが予部に言ったことは、見つかりが予部を見て認めるような一つの正しいこともないという意味で言っているのです。予備もし小さい一つでも正しいことを知っていたなら神様は今でも救ってくださるだろうにというのです。これは予部はあまりにも悪がいっぱいで救われるようなどころが全然ない人だと罵倒しているのです。これを聞くヨブはどれほど悔しいでしょうか。続いてエリフは、もしヨブに一つだけでもその義が認められるなら次のように祝福されるだろうと言います。ヨブ 33-25 から26です。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると彼は受け入れられる。彼は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。とあります。今、予部の皮膚はどうなっていますか？傷口が塞がっては潰れて、めちゃくちゃになっていて、全身がやつれています。痩せていて皮と骨しか残っていない状態だから、横になることも座っていることも苦しいです。このような状態でも、もしヨブがたった一つでも見つかりに認められるようなどころがあるなら、神様はヨブの体を回復させてくださると言っているのです。そしてヨブが神様に祈るなら、恵みをくださってあなたは正しい人だと認めてくださるし、神様との関係が回復するだろうと言っているのです。しかしこれは真理とは合わない言葉です。なぜでしょうか。今エリフは見つかりがヨブの一つのところでも正しいところを認めるなら、このように祝福されると言っています。ヨブに正しいところが一つだけでもあるなら全部癒されて、義人として認められるだろうと言っています。しかしこれは合わない言葉です。例えば、救われないような悪がぎっしりの人が何か一つだけ良いところがあって、見つかりによって神様に報告されたとしましょう。それでその一つの行いによって永遠の死から救われることができるでしょうか。いくら悪い人でも一つくらいは良いところがあるではありませんか。例えば殺人者でも自分の親は敬う心があるでしょう。その人は大きい悪と罪があるのですが、もしその一つだけでその人が救われることができるでしょうか。そうではないでしょう。でもエリフはそうだと間違って言っているのです。合わないことを言っているのです。しかし神様は私たちに一つだけ行いなさいと言われたのではありません。第一ペテロ 1-16 に、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからですとあるし、マタイ 5-48 には、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいとあります。悪の中であるものは捨てて、あるものは捨てなくてもいいと言われたのではなく、悪はどんな悪でも避けなさいと言われました。聖書66巻の御言葉を全部行って主の心に完全に似ていきなさいと言われるのです。
私たちが御言葉を守り行うほど答えを受け祝福されます。反対に御言葉を守らなければ試練に遭うようになります。肉を脱ぎ捨てて神様の形を完全に取り戻すまで、イエス・キリストの心に似るまで変えられるための試練は続くのです。試練の過程を通して変えられて魂に幸いを得るならば、すべてのことが幸いを得、健康になるから、試練は祝福の過程です。また神様を愛するほど、その試練の過程も辛くありません。試練の過程で主の心をさらに深く悟るようになり、心を真理に変えていけば、主への愛と天国への希望が大きくなるからです。ローマ5の3から4に、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとあります。だからといって試練にたくさんあってこそ祝福だという意味ではありません。試練に合わなくても変えられることができるならその方がいいですよ。試練の過程を少なくしてできる秘訣は、神様がしなさい、してはならない、守りなさい、捨てなさいと言われた御言葉に従うことです。ローマ 12-11 に、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいとある通りに、自分から聞き従って心の割礼のために努め、熱心に祈り忠実であり、神様の国と義のために勤勉に行うなら、試練という過程は必要でないでしょう。イザヤ 1-19 に、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができると約束してくださったように、私たちが御言葉に聞き従えさえすれば、いつも栄える道に行き、霊肉ともに祝福されます。しかし普通人は、試練にあってこそ、苦しみを受けてこそ、悔い改めて立ち返って聞き従おうになるから、試練の過程が必要です。この原理を覚えておいて、すべての御言葉に喜んで聞き従って、速やかに霊的に成長する皆さんになりますように。エリフのように、一つだけ行っても神様に愛される、祝福されると思ってはいけません。御言葉に聞き従って一つ一つ変えられていく過程が必要です。そのために出られる試練という過程が必要です。一つだけ正しくなったからといって全ての問題が解決されるわけではありません。でも特別に神様に喜ばれることをするなら、大きい祝福が望むでしょう。そのようにしてだんだん変えられていけば、だんだん祝福されて変えられるようになります。一回だけで終わってはいけません。そして大きい問題が解決されてしまえば、その後心が移り変わって高ぶってしまうこともあります。エリフが言っていることがなぜ間違っているのか、真理に照らして正確に悟りますように。試練という過程があってこそ、自分自身を発見することができます。人はこのように愚かな姿があります。私たちが真理の御言葉を聞いて神様の御業を体験しても、それでも目に見える偶像を求めたりする姿もありますが、そして御言葉を聞いていても自分の以前の生活に戻ってしまう姿もありますね。そのような移り変わってしまう属性が人にあるから、とてももどかしいのです。だから試練という過程が必要なのです。でも本当に御言葉通りにだけ行う人ならば、そのような人には試練の過程がなくてもいいでしょう。私たちは知恵を持って賢くしていきましょう。無駄な、いらない試練は受けなくてもいいのではありませんか。生徒の皆さん、ヨブは自分の良心に照らしてみれば何の過ちもなかったのです。神様に全種の生贄を捧げたし、先祖から聞いた神様の御言葉を守るために努めました。貧しい人をいつも施しをしていたし、やもめとみなしごを顧みて良い
技をよく知っていたのですが、エリフはこのような予部の善行も自分のを自慢するために自己満足のための見せかけだったというのです。これを聞いている予部はどれほど悔しいでしょうか、腹が立つでしょうか。神様はこのような予部の境遇を知らないから放っておくわけではありません。神様は愛であり、神様がそれぞれの人を導く摂理は深いです。予部が考えているように、自分には何の過ちもないのに懲らしめる方ではありません。今までメッセージを聞いたように、予部はこの地上でその行いだけを見た時は正しい人だったのですが、霊的にはいろんな欠けているところがありました。それで神様は彼が自分を発見して悟って完全な器に変えられるように試練の過程を通して練ってくださるのです。予部が祝福を受けるようにするためでした。生徒の皆さんの中で、予部は多くの財産と子供まで全部失ってしまい苦しみを受けたのに、後で神様が祝福してくださるからといって、それが本当に幸せでしょうかと思う方がいますか？これまで大きい苦しみを受けて、またいろんな人にあざけられて、友達にいろいろなことを言われて、精神的にも苦しみを受けて、体も病気、ひどい病気によって苦しんでいたのに、その時間があって、後で神様が現れて祝福くださるからと言って、それが本当に幸いのことなんだろうと考えたことあるでしょうか。しかしこの地上での人生は束の間です。肉的に今苦しみの時間が長かったとしても、神様が祝福をくだされば、神様のその大きい祝福と慰めによって、前のことは全部短い時間のようで全部忘れることができます。皆さん、この地上での苦しみは束の間です。天国で永遠に生きる日と比べてみてください。詩編90の4に、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようですとあります。主の前では千年も一日のようで、世の一瞬に過ぎないのです。この世で全てを味わったソロモン王は晩年にどう告白しましたか？伝道者の書1の2から3です。空の空、伝道者は言う。空の空、全ては空。火の下でどんなに老苦しても、それが人に何の益になろうと言いました。束の間のこの世でいくら大きい権力と名誉、富を得て、それを楽しんで多くの子供がいたとしても、永遠の天国を得られないなら何の益になるでしょうか。もちろん予部は神様を信じて善を行っていたから、試練を受ける前の姿でも救われたでしょう。しかし、永遠の天国で神様をお目にかかれる栄光と祝福を味わうことができないなら、どれほど残念でしょうか。そのようなことは永遠に続くのです。万民の聖徒の皆さんは、天国の中でも一番美しい新しいエルサレムについて知っています。クリスチャンの中で多くの人がこの新しいエルサレムを知らないまま、天国は一つだと思って救われればいいと思っています。でも私たちは罪と悪について一つ一つ細かく教えられたし、毎日ダニエル祈祷会に来て祈っています。そして新しいエルサレムを望んでいます。一日中仕事をして疲れたのに、また来て2時間3時間も祈りました。このように労苦したのに、天国に行って神様の顔を見ることができないならどうでしょう。永遠に一転送か二転送で済むなら、どれほどもどかしいことでしょうか。神様の前で申し訳なくありませんか。主の顔も神様の御顔も見ることができないし、会えないならどれほど残念でしょうか。この万民教会に通わないで
この清めの福音を聞かなかった人の中でも一転層に行くような人もいるかもしれませんが、でも私たちはこの福音を聞いて新しいエルサレムに行く道も学びました。だから必ず行かなければならないでしょう。神様を永遠に見ることができないとはどれほど悲しいことでしょうか。なのに10年、20年、30年この地上で清められるために苦労をしたこの時間が天国の時間と比べれば一瞬ではありませんか。永遠なる天国と比べればこの地上でちょっとロックしたからといってそれがいくらでもそれをできるのではありませんか。ちょっと苦労して永遠の天国で神様をお目にかけることができるならどれほど大きい祝福でしょうか。だから私たちはこの狭い道を歩んでいるのです。どうしてこんなに苦労しながら信仰生活をしなければならないのかと思いますか。そうではなくてこの道は栄光の道でこの道は祝福の道だから喜んで感謝しながら行かなければならないでしょう。天国に比べたらこの地上での時間は束の間です。この旅地で神様が望んでおられる人に変えられて神様の御座の近くに行けるならこの試練の時間は祝福ではありませんか。ですから生徒の皆さんも試練の過程を与えてくださる神様の心を理解してどんな状況でも喜びと感謝を失わないで速やかに変えられていきますように。生徒の皆さん、試練という過程は信仰生活をするとき自分の心が早く変えられないからもどかしいと思うかもしれませんが、この試練の過程があればもっと早く変えられることができるから感謝しなければなりません。私たちが人との関係で人と比べて妬んだりまた憎んだりすることは本当に感情的にも辛いし、とてもその時間がもったいなくありませんか。それで自分の心にある悪を捨てるように神様が練ってくださってその過程でちょっと苦しくてもでもそれによって速やかにその悪と罪を捨てることができるならどれほど感謝でしょうか。そしてその過程を経た後振り返ってみれば、あの時は本当に辛かったけど、また厳しい試練だと思ったけど、今になってみれば、それは本当に祝福だったんだ。またあっという間だったんだと思うようになるでしょう。ある人が皆さんを苦しめて、ひどいことをしたとしても、でも皆さんがその人を愛するために涙で祈ってその人にどの平和を作るためにプレゼントをしたりまた良くしてあげたりそのようにして努力してその人を愛するようになって平和を作るようになったならどれほど嬉しいでしょうか。どれほど幸せでしょうか。そして心も器も広くなったからどれほど大きい祝福でしょうか。私はたまにこの登山することに例えるのですが、山を登って頂上に着いた人はどれほど幸せでしょうか。そして経験がある人はどんなふうにその険しい道を登っていくのか、すでに頭の中で知識があるから、また同じような山を登るとしても、前よりは楽になりますね。そして周りの人にも教えることができるのではありませんか。教会の働き人もそのように霊的に自分が試練にあって変えられた経験があるならば周りの人にアドバイスもできるし導くこともできるし、そしてまた違う試練にあってもそれを乗り越えることが楽になるのです。だからそういう経験が自分にとって
祝福なのです。そしてその試練にあって苦しい思いをしたり、またその時辛い思いをするかもしれないのですが、その時は長く感じるかもしれませんが、それが全部終わった後振り返ってみれば短い時間だったのです。愛する生徒の皆さん、エリフはヨブが事実を言っても聞こうとしないで偽りだと決めつけていました。それはエリフの悪い心のためでした。前回言ったようにエリフは自分の知識と常識を持ってヨブを裁いて罪に定めていました。エリフの知識では神様は公義の方だから罪のない人は絶対に懲らしめることはないと思っていたからです。でもヨブを見たら全財産と子供も失ったし、ひどい皮膚病によって苦しんでいてめちゃくちゃになっているのです。それでその家のしもべもヨブから背を向けて、子供たちもヨブをあざけていました。だからエリフはヨブがあんな目にあったのはヨブがものすごい罪を犯したからだ、悪い人だからと決めつけたのです。もしヨブが言っているようにヨブが正しくて良い人ならば、神様は絶対にヨブをあんな惨めな目に遭わせるはずがないと思ったのです。そしてヨブが言っている言葉を聞いてみれば、ヨブは神様を攻撃しているような発言をしていて、自分が神様より正しいかのように言っているから、エリフがヨブを見るとヨブは本当に悪い人のようでした。だからヨブが言っていることは偽りなんだ、ヨブの前の善行も自分を自慢するための偽善に過ぎないと思っていたのです。エリフは自分の悪と自分の考えによってヨブを悪い人に罵倒していました。でも実はエリフよりヨブの方がずっと正しい人でした。私たちはただ神様だけが人の心を知っておられるということを忘れてはいけません。それで神様は聖書に裁いてはならないと命じておられるし、裁く権限があるのは神様お一人であることを強調しておられます。ヨブはエリフの言っていることがあまりにもとんでもないから、その言葉に耳を傾けませんでした。またヨブの三人の友達の言葉にも耳を傾けませんでした。神様の立場でも彼らの言葉は合っていませんでした。それで結末に言ってみれば、神様は彼らを責めて、彼らが全種の生贄を捧げるようにと命じました。そしてヨブが友達のために代わりに許しを求めて祈った時、神様がヨブの祈りを聞いて彼らを許してくださいました。民数記12章にこれと似た出来事があります。モーセの姉のミリアムと兄のアロンがモーセを裁いて非難したら、神様はこの二人を責めました。その後ミリアムは呪われてサラートに侵されてしまいました。ところでその時ミリアムとアロンが神様に直接許しと憐れみを求めましたか？そうではありません。アロンは神様の前で答えを受ける自信がなかったので、モーセに取りなしの祈りを求めました。アロンは霊的な原理を知っていたでしょう。民数記12の11から12です。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をこの肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでくださいとモーセにお願いしたら、モーセが彼らのために神様に祈りました。それで神様はモーセの祈りを聞いて答えてくださいました。エリフとヨブの友達、そしてミリアムとアロンの共通点は、自分自身をあまりにも知らない人だということです。だから自分より優れた人をむやみに裁いて罪に定めたのです。生徒の皆さん、ヨブを裁いて罪に定めるエリフの姿を見たら愚かで悪く感じますか？でも皆さんも他の人に対してその人の言葉とか行動、見えるところだけを見て評価するなら、それはエリフと同じ姿なのです。
初心の者の時は自分の信仰の弱さを知っているから謙遜な姿で周りの人から学ぼうとします。しかし信仰がある程度成長して自分も真理を知っていると思ってしまえば人に対する態度が変わります。前は誰に会っても良いところを見て恵みを受けたのに、今はあれは正しくない、あれは合っていないと評価するようになります。人には誰でも長所短所があります。ある人は短所の方が多いようでも、あるところでは人に優れて良いところを持っていることもあります。目に見える性格が乱暴で怒りっぽいけれども情の深い人もいるし、言葉の失敗はあっても奉仕によって教会に力になる人もいるし、義と枠が強く見えるけれど火のように祈って伝道に励んで身を結ぶ人もいます。私たちは相手の良いところを見て褒めて励ます必要があります。もし人の長所よりは短所が目に入るならば、自分の心に人を裁く心、憎しみがあるのではないか顧みなければなりません。これはとても重要です。心に留めて覚えていてください。先ほども言ったのですが、殺人者にも自分の親は敬うところがあるのです。だからといってそれを肯定するわけではありませんが、私たちは相手に大きい悪があっても、その人のために祈って、その人を愛を持って受け入れるためにも、その人にある良いところを探して、そして愛を持って理解して接するような姿が必要です。自分自身にも良いところがあれば悪いところもありますね。でも相手に対してはどうでしょう。その人の良いところを見て褒めた方がいいでしょう。良くないところだけ探そうとしてはいけません。自分は相手を見たとき、その人の良くないところがまず思い浮かぶのではないか顧みますように、その姿は自分の中に憎しみがあるからかもしれません。人を裁いて罪に定めることは高ぶりです。また相手を愛せない姿があるなら憎しみという悪があるからです。互いに愛し合う人ならば、その人の短所よりは長所がよく見えますね。その人を愛するからです。でも愛が冷めてしまえば短所が大きく見えてきます。だから恋愛するときは、その人の良くないところも可愛く見えたのに、後で愛情が冷めてしまったらどうでしょう。その人の短所が目に見えるようになり、良くない自分と合わない姿が大きく感じるようになります。それは相手のせいではなくて自分の心の 悪のせいです。自分の愛が冷めたからです。だから私たちも周りの人を見るとき、その人の短所がまず見えるならば悔い改めましょう。心の良い人は相手の目に見える行動だけでその人を裁いたりしません。相手の心を理解しようとして事情を考えます。相手の短所を見るよりは長所を見て、その人の欠点を見るよりはその人の良いところを思い出して励まして、何としてでも許して理解しようとします。神様はこのように良い心を持っている人を見ると喜ばれるでしょう。ですから私たちは切に祈りながら、悪はどんな悪でも避けて、その根まで完全に引き抜いて、どんな人に対しても善を持って接していきましょう。結論です。愛する生徒の皆さん、ヨブを責めているエリオの姿から多くの悪を発見することができました。自分の考えや自分の知識に合わせて解釈して人を裁いて罪に定める姿でした。そして自分が思っていることを軽率に口に出す姿でした。
伝道者5の2に、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ、とあります。神の子供たちは、いろんな状況を見るとき、聖霊に働きかけられて、正確に見分けて、真理にあって慎重に言葉を出さなければなりません。そうでなければ、エリフのように人を裁いて罪に定める過ちを犯してしまいます。箴言を見れば、言葉に関する教訓が多くあります。箴言 15-28 に、正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。とあり、箴言 17-27 に、自分の言葉を控える者は知恵に富む者、心の冷静な人は英知にある者とあります。私たちはすべてのことにおいて軽率に決めつけたり、不必要な言葉を口にしないで慎みましょう。それで、どんな人に会ってもキリストの光と香りを発して神様に栄光を捧げますよ。主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して祈りましょう。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。